神秘の泉。すごい、ほんとメロンとパン。おはようございます。はい、おはようございます。今日は熊本県の阿蘇の、はい、いわゆるカルデラのところにある高森湧き水トンネルという美しいポイントがあるので、はい、来てみました。行こう。そうですね、行ってきます。ちなみに駐車場が第3駐車場まであって、はい、一番大きい駐車場はこんな感じでとっても広くてバス専用の奥もあります。とっても広いですね。お、ここここ高森湧き水トンネル公園。ちなみにガチャン湧き水って言ってたけど、用水じゃん。用水なの。はい、ほんとだ。うわー、むっちゃんすげー。高森湧水トンネル公園、はい、湧水ですね。はい、はい、この奥でございます。はい、はい、大人1人300円ね。うん、お願いします。お願いします。あ、すごいねこれ。あ、もう隣がすぐ。おほー、すごーい。このオブジェライトは見る角度によりさまざまな色に変化します。さらにスマホのライトをかざしてみると、どういうこと、角度により、あ、変わってる。いきます。はーい、変わった。あー、変わってる変わってる。どんな感じで変わってるの。でもすごい変わってる感じはしないよ。あー、明かり通ったところわかるね。あ、全然違うじゃん。めっちゃチカチカしてるよ。はい、行ってきましたけれども、なんか想像してたよりはすごかった。いや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 、まあね、すごい光で、最後の方ね、うん、あのイルミネーションとか、あのウォーターパール、はいはいはい、すごかったね。すごかった、うん、でね、あのね、個人的に好きなのが、うん、この地元の人たち、幼稚園、小学校、はい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 、なんかパン屋さんなんかも参加されて、うん、同じテーマで全然違うものを作るっていうね、すごくね、お好きなんだな。ありましたね、はい、あれ良かったね。うん、うん、石が浮いてる。ああ、結構むっちゃんのお気に入りポイントの石が浮いているオブジェ。さあ、そんなところの高森湧水公園、トンネル公園でした。はい、はい、
はい、白川水源の駐車場に着きました、はい、ちゃんとしてここ結構いい駐車場なんで、うん、安心して来れるね、これね、はい、ここから、220m 行くと水源だそうです。はい、はい、白川水源の環境を守るためにお一人様100円の協力金をお願いいたします。行ってみよう。おー、ガチャ見て、え、わかる、この水流の流れがほら結構力強い。あー、ほんとだ。え、湧き水っていうかもうすごくない？急流だね。俺も飲む。あ、すごい滑らか。滑らかってか、うん、え、水で滑らかってある？なんか軟水って感じ、柔らかい、うん、のがわかる。あー、いいね。わ、すごいわこれね。うん、てか甘い、柔らかくて甘いって感じ。ああ、そうかもしれないね、うん、面白い。へえ。でもさ、ちょっと撮影はできないけどさ、こうやって来れてよかったね。さあ、すごくね、いいここ。しかもさ、湧き水をさ、うん、今そのまま飲めるのって日本でもさ少ないじゃん。少ないよね。しかもね、あの湧き水出てるところの水がふわーって上がってくるときがとってもいいんだよね。ね、うん、いや、いいとこだった。神社もあるからお参りだけしてこようか。行きましょう。超メロンパン、うん、ちょっとこれもう一個買ってなかったね。うん、うまっ。そのまんまメロンだよ。こんなにメロン強い。